こんにちは。長保寺の清徹です。癒される瞑想についてお話ししています。我々はもう基本的に脳の仕組みとしてですね、下界を目で見て、耳で聞いて、そういう舌でまあ字を見て、その五感を通じて脳内に印象を形成して心を形作っていくということが、まあ我々の基本的な心の、まあ、構造なわけですね。でそれが実は要するに、まあ脳の数だけ心の数があるということなわけですけども、それをまあ昔から仏教で月を指す指というふうに例えてですね、月がたった一つでも見る人の人数分だけその月の説明があるわけですよ。月をいろいろ説明して、みんな、まあ、月は三日月だとか満月だとかね、雲がかかってだとか、全部月なんですよ。月を見て十人十色というか、頭の数だけ月の説明があると、それをまあ月を指す指ということなんですよね。で、まあ、一つの月を見て、まあ、いろんな説明があるということで、まあ、世界がたった一つ、まあ、地球がねたった一つでも、この南極にいる人と北極にいる人と、まあ、アメリカにいる人と日本にいる人と、見てるものは違うわけですけども、まあ、地球は一つしかないと。ところが必ずもう人間の数だけ、印象、見てるものは違うし、印象は違うし、考え方も違うし、だからその人それぞれ持っている世界が違う。脳内世界はもう絶対的に違うというか、必ず違うわけです。で、それがまあ人間の生き様というか、まあそういうふうに生きてるわけですよ。じゃあそういう人間がですね、まあ、共感とか共有というものは持てないのかといったら、普通にまあ持ってるわけですよね。例えばこのビデオを見ていらっしゃる今の皆さんも、このまあビデオの内容を共有してるわけですよ、実際。ところがその脳内世界はね、私の脳内世界と見てる皆さんの脳内世界は、まあ、違うということなんです。ところが、まあ、このビデオを見てらっしゃる方は同じ言葉を聞き、まあ、同じ映像を見てると、10人いれば10人同じ映像を見てると、でも脳内世界が違うと、まあ、そこら辺なんですよ。不思議、まあ、それ不思議というか当たり前というかね。で実は、まあ、ここに絵を出しましたけども、まあ、脳内世界がこうやってある、人それぞれね脳内世界がこうあるわけなんですけども、その見てる対象、この、まあ、あの画像のねこの絵というものが一つしかないんですよ。私が今作ってるねこの画像の絵、一つしかないんだけど、皆様同じような絵を見てると。でそれをね、そのじゃあ画像、これはまあ理屈といえば理屈なんですけど、その画像が一つなのか複数なのかといったらば、一であり他であると。ね、これはですから、あの第一度論に書かれてることですね。一であり他であり、それぞれの脳内世界、必ず、まあ、4人で見れば4つの脳内世界がこの画像から形成されていくわけです。それぞれ関心するところは違うし、ケチをつけるところは違うしね、
まあでも共有する部分もあると。この画像と音声はまあほとんど同じものを皆様こうやって見てるわけですけどね、必ず違う脳内世界を形成してるはずなんですよ。ところがこの画像を共有してると言ってもいいわけです。そこがね、それが仏教哲学でいうところの空ということになるわけです。で、その共感というのがこの空があるからできるわけです。というのはですね、この空がないと、共有とか共感というのは実はこの空というものがないとできないんですよ。というのは、今私がね、これを見てるあなたの脳内世界を覗くことはできないんです。隣の人のね、脳内世界、まあ脳内世界っていうとあれですけど、要するに考えてることを覗き見るというのがちょっとできないんですよ。普通はね、普通にで、まあ今だから CT スキャンとかね、まあ言うんでしょうけど、普通にできないんです。隣の人の頭の中を覗くことができない。ところがこの画像を共有してると、それはそこに空があるからということになってきちゃうんですよね。